毎度この話の方へは変わったものが引き合いでございますが、よくこのものを知ったふりをするという方があります。何か聞かれて知らないことはそれはもう私は存じませんと言えばよろしいわけでございましょうが、何かそのこれ知らない程度何か自分の語源に関わるなんてね、妙なところに理屈をつけたり何かいたしまして、かえってそれがために失敗をするなんてことがよくありますもの。昔蔵前に十八大通というものがありまして、札差しの旦那方がお金がありますところから、まあいろいろ贅沢なことをしたり、その自分流行り物というものは皆十八大通から出ましたもんだそう。そのうちのあるこれはご隠居でございますが、お若いうちからお金を貯める一方のお道楽というので、もう道楽なんてものはもう明けほどもいたしませんで、まあせがれさんに用を譲りまして楽隠居になれます。せがれの方はまあ十八大通の中に混じっていろんな変わったことをしているが、申し上げたようにお父っつぁんの方は固い一方というので、隠居所を建てるなんてのも無駄なことだから何か格安の売り物がないかというので出入りをする者に頼んでおりますと、こういう売り物がございますがいかがでございましょう。根岸でございます。場所はいいよ根岸、前に住んでいる方がお茶人でございまして、お囲いからお茶道具を残らずつけて、貸し絵が3軒つきまして売りたいという、お値段はこれこれでございますが、そりゃちょうどいい、じゃあ一つそれをお世話お願いたい。で話がまとまりまして、これから定吉という小僧を一人連れて根岸の方へ引き移りましたが、なのしょうがないな、おい定屋どこ行っちまったんだ、おい定屋、へえ、なんか御用ですか。御用ですかじゃない、何をしてんの。お前はうちにいないで表へばかりぴょこぴょこ出ちまう。私の用を指すために連れてきたあるんだから、うちに少し落ち着いていなさい。へえ、ねえ、ご隠居さん。なんなんですね、この根岸ってとこは蔵前とは違って随分寒しいんだからね。なんだ寒しい。寒しいというのではない、こういうところは静かという。まあ、皆風流人も揃っているし、歓声でいい。へえ、寒しいのは歓声ってんですかね。なんとは知りませんが、近所に住んでる方はみんなお行儀のいい方だね。この間もね、この先でいい音がしているんで、ケロリンシャンって言ってね。何？ケロリンシャンって。なんだケロリンシャンって。なんだかわからないね。それからね、障子を破いて中覗いた。そんなことをしちゃいけない。とね、綺麗な娘さんがね、あのなんだかあの琴を引っかいてました。琴を引っかくてやつがある。琴は調べるという。調べてなんぞいないんで、爪でこう引っかいてる。それでも何でも。調べるというの。そうですかね。その隣を見ましたらね、あの娘さんが花を生けてました。生け花、ああ風流だな。それからその向こうの家を覗いてみた。おお前は覗くの。だからなんだかあのちっぽけな碁石みたいなものを並べてね、白い粉を振りかけてトンビの羽でいじってました。みなどうもみな、なんだな風流だな。風流だなんなんて、まあご隠居さんなんじゃこうやって座り込んでタバコばかりパクパク飲んでつまんないじゃねえ、なんかなんかおやんなさいな。私もこの間からやってみようかと思うものもあるんだが。なんです？茶の湯を少しやろうと思ってな。茶の湯って、ああ蔵前の若旦那、あのかき回して飲んでるあれでしょ、あの青いやつ入れて。そうだ。あれはいいな、どうお菓子が食べられますね。お菓子が食べられない。おやんなさいな、すぐやれってでしょ。このうちにあのちっぽけな部屋があんの、あれお茶の湯の部屋だってますね。やれるけれどもな、ただ忘れたところがあるんでな。どうも小さいうちに習ったんでな、すっかり忘れちまったんだがな。小さいうちったっておかしいじゃありませんか。うちのお父ってのはそう言いましたね。何でも物を覚えるんなら子供のうちでなくちゃいけない。中年に習ったものはあの忘れていけないから、子供のうちは何でもせっせと物を覚えろなんてよくそう言ってましたけど、ご隠居さんなんですか、子供のうちに習って忘れちゃったんだ。それが子供といってもね、少し大きくなってればいいんだが、まだおっかさんの膝で乳を飲んでる自分でね、ずいぶん小さいんだよ。小さいったって、よくお乳を飲みながら空いてる方の手を出してこうお乳を片っぽ押さえてね、で左の手で押さえていれば右の手が空いてるから、これでまあ茶の湯を習ったんだ。随分子供なんですね。どう
どっか忘れたとこあるんですか？忘れたところもあるんだが、ね、一番初めに青い粉を入れたな。ええ、あの粉が何の粉だったかな、どうも思い出せねえんだ。なんだ、あれなら知ってやる。知ってる、ええ、知ってやる。じゃあ買ってまいりますから。お足をもらいまして表へ出て行ったが、行ってまいりました。どこ行ったの？ええ、乾物屋で。乾物屋、ええ、青木な粉。ああそうだ、青木な粉、うん、よく気がついたな。これがありゃ茶の湯はできるの。てめえなかなかどうも、利口だな。じゃあすぐ始めるから、じゃあ来な。お囲いへ入りましたが、もうそんなことはまるっきり心得のない方で、きれいに切ってある炉の中に炭を山形に積んで、田辺を手伝わしてパッパと仰いだんですから、サザエのつぼ焼きを焼くんだか茶の湯が始まるんだかわけがわからない。いやどうも、だいぶお湯が煮えたってきたようだ。さあさあ、そろそろ始めるが、その後ろの湯飲み屋なんかこっちに出しな。あ、それから試着と、それからそのかき回すものがあるだ、お前の脇にある。え、かき、ああ、これなんてんです？なんでもいい。なんでもいいったって名前があるの？名前はある。教えてください、なんてんです、これ。それはなんだい、茶碗の中をこうやるんだね。座敷座皿ってんだ。座敷座皿、へえ、面白いな。これでよろしい、うん。そろそろ湯が煮えたってきたから始める。さあさあ、足を出しちゃいけない、ちゃんと座っていかなくちゃいけない。え、行儀のいい遊びだからね。な、暑いな、どうも。これは少し、なんだ、今度は上、なんだ、漢字よりかなんか巻いとかなくちゃいけない。え、ああ、お湯がだいぶ煮くり返ってきた。しかしまあ貴様も幸せだ。蔵前にいれば何のかんの手用が多いね。こっち行くりゃお前、こうして茶の湯をして毎日、遊んでいられるね。ああ、第一お前なんだ、人が来ても定裁がいいね。この頃はどうも茶の湯をやっておりますなんてな、お前、人に聞かれたって、具合変だな。蔵前の若旦那かき回すと、あのあぶくがブクブクって出ますね。あぶくが出てこねえな。なんかあぶくの出るものがまだ一つ減ったんだがな。あ、そうだ、あれ入れるとあぶくが立つんだ。あぶくの立つの知ってる？ええ、知っております。じゃあのまた買ってきますから。お足をもらって表へ出て行きました。ええ、買ってまいりました。何を買ってきた？ええ、無垢の皮で。無垢の皮、ああ、そうか、うんうんうん、無垢の皮で、てめえに言われて俺思い出した。師匠にもらった許し物のしまいに書いてあった。一つ泡を立てるには無垢の皮を用いべしとしてあって、いくら買ってきた？ああ、こっちに出しな。今日はまあ何でしょう、初日だからみんないでよ。たまったもんじゃありません。ぐらぐら煮えだっている中に無垢の皮を放り込んで、これはもう売っちゃうといたって一人で泡が立つ。ほら、ほら、みんな立った。恐ろしい、随分経ちましたね。泡がブクブク表へ出ますね。かき回さなくてもいいな、これは。どうも、お、一人だに泡が立ったこれならいいや。ださあ、さあやってみな、飲んでみな。ヨガス。なんだヨガスって？お前にご馳走してやるから飲めてんだ。ご隠居さんが先ごわんさいね。貴様飲みなてんの？え、あなた飲みな。真似をするなんだ、人が飲めてんだから飲みはいいじゃねえよ、バカなやつで。何、そんなものが飲めるんですか？飲めるんですかってみんな飲んでいるじゃねえ。おめえ、せっかく大きなあぶくだな、これ。うん、うまいから飲んでみな。うまいんですか？本当ですか？じゃあいただきな。こうやって飲めばよろしいんで、こうやってこう吹くんですか？うん。いや、ずいぶんうまいや。まねをする。さあ、退屈でございますから間がある程度、じゃあ始めようてんで、一日に五六度ガブガブやったんですが、何しろ青木な粉に無垢の皮ですからね。もう二三日やるうちに二人ともお腹を下し始めて、おい、サダヤ、
定屋。へえ。また始まんのかな。そろそろ火を起こしますかな。まあ少し待ちなよ。だいぶ顔の色が悪いなお前。お腹が下ってしょうがないんだ。腹が下る。俺もどうも下ってしょうがねえ。まあだいたい腹の緩むもんだがな、茶の湯てえものは。どうも少し緩みすぎたな。ゆうべなんか俺は長ズバイ13度言った。私は一遍きり。一度きりか。入ったきり出られなくなっちゃった。しょうがねえな、どうも。なんだか腹に答えがなくなっちまった。しかしまあここが風流だな。風流ってのはお腹の下るもんですから、ね、余計なことを言うの。だけどもご隠居さんと毎日こうやって二人で飲んでんのはつまりませんね。それはまあお前と二人きりじゃつまらねえ。誰か変わった相手でもあるとまた気が変わって面白いよな。蔵前の若旦那はどうです。蔵前の馬鹿なことを言いなさい。蔵前はあれお前習って第一蔵前と私とは流儀が違うからいけない。流儀が、流儀なんて何ですか。そんなことを言うと人に笑われるぞ貴様。流儀なんぞあるんですかということもある。ご隠居さんは何です、流儀は。俺も元はあったんだけどね。これはお流儀でございますと言ってこの師匠からもらったんだが、棚に乗っけといたのを誰か落っことして壊しちまってね、流儀がなくなっちまったんだが、どうだろうな、この近所に誰か茶の湯をやろうなんて人はないかな。あ、じゃあのこの長屋があるじゃありませんか、手習いの師匠と仕事師の頭とお豆腐屋さんと3人呼んできて飲んだらいいでしょ。まあ近くていいけれどもね、もしまあ茶の湯を吸ってるやつが、いやまあ国名に覚えていてね、あなたのどうもお茶の湯はだいぶおかしいところがあるが、お流儀はなんてことを聞かれると、俺はまあなんだな、流儀もなくなっているし恥をかくからね。そんなことはいいじゃありませんか。そう言ったら脅かしておやんなさいな。生意気なこと言うなよ。人のうちごちそうになりに来やがって、変な茶の湯だなんて、そんなことを言うやつに棚貸すわけにいかねえから出ていけって棚立て食わしちゃう、ね、で今度越してきた人の棚を下所に書き入れさすんで、茶の湯があって呼びに行ったら棚賃が遅れても構わないから、その時だけは茶の湯を飲んで腹を下せって。バカなことそんなことが言えるかい。いや、手紙をお出しなさいよ。私は持ってきますから。小僧は自分が飲んがつらいから無理に手紙を書かせて、これを、手習いの師匠、仕事師の頭、一番一番が豆腐屋さんと回ってきた。ああどうご苦労が、ああそうですか、いやどうすいません。愛嬌のいい小僧さんだな。おいお店や、手紙が来たんだから隠居の、え、いや家主からよ。なんだ、俺も会ったことはねえけれど大変物持ちの隠居だてえが、なんだよこれ。全文お面下された草老か、さて突然ながら今日昼時より小生宅にて茶の湯あい催しす、小生宅にて茶の湯あい催し草老間貴殿にもぜひぜひおい、おいお水、おいなんだよちょいと、おい来なてんだよ、大変だあれ。まあ、今洗濯をしてるとこじゃないかさ。どうしたの、どうしたの。手紙が来たんだ家主から。あらまあ、棚賃をあげてくれてんのかい。棚賃じゃねえんだよ、茶の湯をするから飲みに来いてんだ俺に。なんだねこの人は、びっくりするじゃないか、大きな声で大変だ。なんだね、茶の湯をするから飲みに来いてんの、結構な話じゃないの。もう用がないんだからちょいと飲んでおいてな。バカ、なんだいちょいと言って飲んでおいでって。番茶飲みに行くのとはわけが違う。茶の湯なんてものは流儀なんてものがあって、いろいろこう行儀だとかなんとか言って難しいもんなんだ。おい、お前はね、茶の湯は何でもねえと高く食ってるが、俺の身になってみねえ、俺は容易にならねえこったな。何がってそうじゃねえ。豆腐屋の親方は理屈の一つもわかるとか、口を一つも聞ける男だとか言われてんな。茶の湯を知らねえで恥をかいてみる。あの野郎はとんだ物知りだと思っていたが、茶の湯一つも知らねえってんで、俺は恥をかかなくちゃならねえじゃねえ。そんなに難しきゃ断ればいいんじゃないか。今日は行かれませんって言えばいいんだね。今日行かれませんだって、あんな島のやつだから、じゃあ明日とくくるん違えねえ。明日断りゃあさってと。どうせ茶の湯にとっつかれたようなもんだ、こうなりゃ。
今年は厄年だからな俺も。しょうがない、引っ越しをしよう。え、おしまん。何がさ、まあ、お前さんしっかり惜しいよ。引っ越してしまうったってバカなことおいでないやね。お前そんなことができるか。何かよくものを考えてごらんな。これだけの店にするのは何のためだね。ねえ、がんもどきだの豆腐だの大きくして売ってきたからね、お得意がこっちについたんじゃないか。それにお前茶飲みぐらいのことで引っ越しをしまってどうするんだよ。おいおい、なんでこういうことじゃあ何かい。お前は亭主が恥をかいてもいいから豆腐や油揚げの方が大事だとこう言うのかい。じゃあ油揚げの上飲んだら俺よりいいんだろ。じゃあ俺と別れて油揚げと夫婦になる。何を言ってるんだよ。油揚げと夫婦になれるかね。そんなことを言ってるうちに小僧が迎えに来てご一緒に願いますなんぞ言われりゃ向こうで恥をかなくちゃならねえんだ。俺恥をかくのは嫌だから引っ越しをしまうから。え、どこ行く、どこ行くとってわからねえじゃねえ。今決まったばかりじゃねえ。だからよ、棚受けのとこに仮御所をしておいてね、茶の湯の方が下火になったらまたこっち越してきて得意を閉じ返しゃいいんだから。まあぐずぐず言わねえで俺はちょいと行ってくるから。え、車はつらいでついでに手習いの師匠とええから頭のとこにちょいと寄るから。え、ああ、あで細かいような片付けときにいいかい。ごめんくださいます。こんにちは、こんにちは。おいおい静かにしろよ。二軽ばかり上がっちゃしょうがねえ。降りてこい。したいよ。しょうがねえじゃねえね、片付かなくて。おいおばあさん、おいおめえその邪魔になってしょうがねえやな。荷物が出るんだから表へ出て作んなよ。おいそのなんだな、おめえそのお祝いばかりそこんとこでなんかいじくってちゃしゃあねえじゃねえ。何、どこへこすったってまだこす先はわからねえんだからやん。まあ表へ出て何一つ作る。それからな、タンス屋なんか出すに気をつけないか。で何をしてんだ。おいおい、その鍋と釜を合わせてガチャガチャやってるやつがあるわよ。間になんか挟みはいいじゃねえか。ボロでもなんでも、瀬戸物屋なんかみんな米びつに詰めた方がいいからな。そのおいおいおい、そんとこ散らかしてくれねえじゃねえ。大変な騒ぎだなこれ。引っ越しの早主かなこれ。ごめんくださいよし。おおおいでな。なんです、豆腐屋の親方だ。なんで。実はおいとまごいに上がりまして手前が急に転宅をいたしますので。そうですか、引っ越しを。よしんどこでも今ね、片付いたらいとまごいに行こうと思ってたんだ。急に引っ越しをするんですがね。だってお前のとこなんぞ惜しいじゃねえかな、あんな売り込んだ店を。惜しいとは思うんでございますが、何しろよんどころないことで引っ越しますが、こちらのとこでは2、3日前に造作が出来上がったという。2、3日前にようやく出来上がったんですがね、まあ、どうしても急に越さなくちゃならねえってのがバカな話でさ、まあ、聞いてもんない。今朝ね、家主から手紙が来たんだ。え、で見るとお前さん驚いたじゃねえ。茶の湯をするから飲みに来いてんだね。おおも喧嘩の仲直りだとか鼻毛なんてえな、私は今まで人に指揮を取ったことはねえが、茶の湯ってような面目ねえが見たことはねえんだよ。もうせっかく向こうから来てくれってんだから、明日は出かけようってと関わねえやつが止めるんだ。お前さん知ってるのか言ってえから、俺は知らねえってこう言ったんだ。知らなきゃ向こうで恥をかくてえから冗談言っちゃいけねえってんだ。こっちは江戸っ子だね、呼ばれていかねえな、行くじゃねえから向こう行って大あぐらしっかりで茶の湯手やつをガブガブ食らって、立派に俺は恥をかいてケッ作るんだとこう言ったんだ。するとばあさんが出てきて、そんなことをされちゃ先祖のお位牌へ申し訳がねえとこう言うし、若えやつらもお前さんが恥をかき、私たちは表へ歩くことができねえからよしてくれってんだよ。でよしは向こうで知らねえから来ねえんだろうってんで恥をかくし、行って恥をかいてもなんだし、いやまあめんどくせえから引っ越しをしちゃった方がいいだろうとこう言うんでね。似たようなことがあるもんでございますな。どうも私どもでもやはりその茶の湯で引っ越しをするんで。そうですか、お前なんとこでもね、茶の湯てえな。何かね、これ棚を開けるまじねえかね。そういうわけでもないでしょうが、いや同じ長屋ですから手習いの師匠のところへ行っているだろうと思いますから、二人で行って頼もうじゃありませんか。長いおなじみだし、いえあの方は元がお武家だてえから私は茶の湯をご存じだろうと思いますが、もし知らないと言ったら帰ってきてそれから引っ越しをし直したとこで遅くもないから出かけようじゃありませんか。そうですね、じゃあそういうこと。おおおお、少し、まあ、待て、片付けんの風が変わったから。あ、しかし油断はならないから用心箱に詰めといていいから、それやったらすぐ担ぎ出すようにして。じゃあご一緒に参りましょう。じゃあお供いたします。これこれこれ
なぜそう男の小沢は騒ぐ、机の上へ乗ってはいかんというのに。あ、それからな、あのお前帰ったら、お父さんやお母さんによく言うて、お師匠さんはよんどころないことでお引っ越しをいたしますので、うちは分かり次第にお知らせをいたしますと言うていいか。それからな、あの机を間違えんようにだ。ダメだダメだ、向こうが早いや、もう机担ぎ出してるよ子供が。無駄だよ、聞いてみたって。そうかね、じゃあ減ってみましょう。ごめんごめん、これはこれはご両名お揃い。そうそう、どうぞこちらへ。大変もんですね、お忙しいようで。いや、よんどころないことで急に転宅をいたさんければならんことになりまして。よんどころねえことで。よんどころねえと来るとこっちも心細いんだ。何ですか、あの家主から手紙が来ましたら。え、来ましたろ、来ない、嘘だよ、来たよ。え、開いてみると茶の字をするから飲みに来い、お前さんは茶の字を知らねえ、向こう行って恥をかくんならいっそ引っ越しをしちゃった方がいいって、こういうわけなんだよ。これは恐れ入ったの、頭も人相を見る。冗談言っちゃいけない、人相なんぞ見やしねえが、お師たちも二人まるっきり知らねえんで。でね、お宅はまあね、お武家だからご存知だろうてんでね、二人が当てにしてきたんですがね、まるっきり知らねえんですか。いや、まるっきりということもないが、飲みようぐらいは。飲みよう知ってりゃいいじゃありませんか、飲みに来てくれってんですから。いや、飲みようは知っているが、あいにくその流儀を忘れてな。流儀なんざいいじゃありません。いや、そうはいかん。じゃあこうしましょう、流儀は明日引き受けようじゃありません。隠居はもしお前さんに流儀と聞いたら知らんつらしておいてないね。二度目にお流儀と聞いたら恥らかしとくん、三度目にしつこくお流儀と嫌がったらもういけねえから、隠居に命ねえのに明日は原稿をこしらえて待ってますからね。野郎が四体目にお流儀と嫌がったら用ずっぽをスパーッと吐いたうつよ、ひっくり返るとこを見て引き上げてこようってんの、どうだ。これは名案だな、どうも。しかし夜旅目にうまくポカリと行くか。大丈夫だよ、こっから原稿こしらえていくから。危ない茶の字があるもんで。三人の方では隠居はどんなことをするんだろう。隠居の方じゃ三人の飲むのを見て覚えようてんですから、どうあやふやな茶の字があるもん。向こうへ行きまして、例の通り青稲子に無垢の皮をかき回したやつを出しましたので、手習いの師匠が飲んで隣の頭のところへ回します。頭はがぶりでやったが驚いて唇が飛んでいきそうだ。ああ、これはいけない、ひどいもん、すいませんが羊羹一つ口直しに送んない。口直しの羊羹ってならない。さあ、いっぺんやってみると味を覚えて、これからはもう毎日茶の湯だ茶の湯だてんで呼びに来るてえなわけ。ああ、しまいには来る八百屋でも豆腐屋でも引っ張り上げて飲ませようてんですから大評判だ。おい、行ったかい、いや、あの隠居んとこの茶の湯だろ。ああ、行った、驚いたよ。この間ね、こっち平礼ってやったからね、飲んだろうと思ったらね、おお、まあ、あの かき回して出しやがった。ほら、飲んでみて驚いたね、まずいんで。だけど羊羹はうまいね。羊羹はいい羊羹だね。俺はね、この間ね、ミキで食っちゃった、あれ羊羹を。ほら、こないだ紙包んで持ってきちゃった。あ、そうか、持ってくるのは気がつかなかった。ほら、いいこと覚えて。じゃあ俺も今度やってみよう。ひどいやつがあるもん、菓子泥棒が始まった。いや、月づえになって肝臓が今日見て隠居が驚い、こんなにお菓子に銭をかけちゃたまらないてんで、そこがなかなかそれ細かい人でございますから、いろいろ考えて、さつまいもを一俵買い込んで、こいつをふかしまして、でさつまいもの皮をむいてすり鉢の中に入れて、すっかりこいつをこの練りまして、これ黒砂糖と蜜を入れて味をつけて、椀型のチョコがあるからこの中に芋を詰めてポンと抜こうと思ったが、瀬戸もんで相手がこのネバネバしているもんですからうまく抜けません。灯し油を綿い示したやつを中にすっかり引いて芋を詰めてポンとやってみると、今度は見事に抜けます。ちょいとこう腰高まんじゅうのような形で、芋で黄ばみがあって、黒砂糖と蜜で黒みがあって、灯し油で照りがついて、何のことはない南京虫の背中みたいな色んな琉球まんじゅうという名前をつけまして、さあこれならいくら食われても驚かないてんで、初めの間はお菓子がうまいから飲みに来ましたが、しまいにはもう誰も茶の湯亭と寄りつかなくなって、で蔵前にいた自分に知り合いの者が訪ねてまいりまして、実は
ちょっと伺いたいと思いながらついご無沙汰をいたしまして、それから近頃ではだいぶ茶の湯をおやりになるということで、手前が一向に存じませんので、今日一つご教授に預かりたいと存じまして。おお、茶の湯をまるっきりご存じがない。ああそうですか。いやいや、どうせなんですからすぐごしらえましょう。相手が知らない点で隠居大安心で、例の青木名子に無垢の皮をかき回したやつを、さあさあどうぞ大上がり。これは何でございますか。いろいろお流儀でこの持ちます、作法がございますよ。何茶碗を、いやいや何それは、まあその時の都合でまあどうでもよろしいのね、まあ構わずおやんなさい。さようでございますか。ではまるで存じませんのでどうぞお笑いのございませんよう頂戴をいたしまして、このまんまいただいてよろしい。さようでございます。でガブリとやってみるてえと少し無垢の皮の方が余計入っていた。いやどうも唇がちぎれるかと思うよ。我慢をして飲んでひょいと前を見るとお菓子がこう積んであります。ほらどうも口直しにてんで箸でもって一つ手のひらに乗っけたが、一つぐらいじゃ気が薄いだろうてんで欲張って二つ乗っけましてね、あぐりとやってみたが、元より喉へ入ればこそ驚いてこいつをたもといしまって、ちょっと失礼をはばかり入りました。驚いたねこれ。茶の湯てえものもひどいが、このお菓子てえな何だいこりゃ。えろうそくに砂糖つけたってこんな味はしないだろう。ひどいものを食べている。どっかいこれを捨てたいがと庭を見ると一面の敷松葉で、ちり一つ止めてございませんから捨てるわけにいかない。ひょいと伸び上がると建年寺の垣根、向こうは昔の年始でございますから一面の畑、こならよかろうてんでパーンと放ったやつが農業しているお百姓の横ずっぽいスパッとぶつかった。また茶の湯だ。